日はスイカさんがお泊まりに来ました、うん、ということでね、今日はねカレーを作るんだよね。うん、早速ご飯をね、今こうやって研いでたんですけどね、うん、どうもね、ここ書いてあったんだよね、うん、溶かずに炊けます。これだけなスイカはこっち結構研いだね、うん、結構もうほら、もういいか、いいね、炊きますかね。炊きましょう、はい、炊きましょう、炊きましょう。どこですか。炊飯、これでござる。3、2、1、はい、あと48分後アイス食べて待っとこう。ルーを作るのを忘れてまして、のんきに YouTube 見てたね。さあさあ、人参を今ね、はい、スイカが剥いてごすのでね、はい、手を洗っております。ひかちゃんは待って、かゆい。え、どこが鼻。ひかちゃんはとりあえず洗うわ、鍋をね、鍋をね、はい、はい、はい、ここきれい、ここきれいよ、気をつけて。いいな、気がちるじゃないか。もう割る、もう割る、集中、はい、いいね、いいね、え、怖い。こっちは、そっちもちょっとだけやってる。なんだよ、こ、うん、あ、いいね、はい、はい、じゃあ、よいしょ、あ、これだ、これだ、これが、はい、これ切ります、2本目。なんだよ、シュウちゃん、あなたの笑うから気が違った。はい、もう一丁、裏側、裏側、じゃあ、これね、まあいいでしょ。はい。もう食べました。よろしくお願いしますね。じゃあ、皮か。うん、皮。あれ、塗るって？いけた？はい、取る、取る。え、これ剥けてる？剥けてなくない？ね、こっちだが。取りにくくない？ほら、いた？うん、いた、いた。あんなちまちまやっちゃった。無限じゃないか。だってさ、うん、もう言うて8時だからさ、夜の。うわ。言うてもお腹空いたよね。うん。早く食べたい。なあ、何してたのさっき。YouTube 見てた。なんか見てる場合じゃないんだよ。自分に言い聞かせてるんですか？はい、そうです。そうね、麦茶もさ、冷蔵庫入れとけばよかったな。うん、今買った麦茶、そうだな、魔法スプレーしてるわ。一緒に人参たちと買ってきたね。ね、一緒、そうそう、にんカレーを作るってなって、あの、人参とか食材がなくって、買いに行ったついでに麦茶とかアイス買ってきた。そう、ついがまたでっかいプリン買うんだけん。だってさ、3つのちっちゃいやつよりさ、そっちの方が安いもん。ちゃんと値段見てますから。怪しいもんだね。ちなみにご飯はあともう30分です。え、マジやばいじゃん。もうすぐです。あ、ねえ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 、なんでってここにさ、やってるの。みんな思ってた、なにこれ。はい、回収しますよ。はい、はい、回収しますよ。これ、あ、こうすれば、あ、これじゃ見えるな。こっちこっちこっち。あ、そうしよう。オッケー。見えた？みんな映ってる。今日さ、うん、大丈夫？何が？家は。わかんない。いちごもいないからな。やば。レモンはいるでしょ？レモンはいる。大丈夫？わかんない。でもね、最近梅ちゃん、千と千尋が好きだから、あ、それ見とるなら大丈夫じゃない。種も好きだけん、うん、大丈夫なんじゃない。はい、変わったこれ、うん、はっ、めっちゃ綺麗。ほら、うさぎもびっくり。うさぎ、うさぎさんもびっくり。どこにおるねん、うさぎ。あ、好き。また逆だったかな。あ、これ進まんかった、うん、時間の無駄やないっけ。
最近。あとでスイは玉ねぎの皮を剥くんでね。あれがやだな。え、人参でかいがいい小さいがいい？でかい。でかめ？え、ちっちゃめ。ちっちゃめにしよう。あ、硬いね。よく切ったね。え、この動画さ、またパパにさ、編集してもらわなきゃいけんけどさ、見せれんな、こんな動画。かちゃんが変な声上げてるだけの動画。お前ら。今日ゆび先生にね、スイのことは頼んだぞって。動画撮っとけよって。動画撮っとけよって言われた。な。そういうことで今撮ってるんでございますが。めっちゃちっちゃいじゃん。はい、できたよ。おはよう。え、めちゃめちゃ上手だな、スエ。楽だね。これ剥いてくれる人おるか。これから頼むわ。え、これ。じゃあ、スイ、玉ねぎ。スイ、玉ねぎ、うん、はい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 。だから、切るの無理だって。玉ねぎは、うん、手でしょ。で、で、またこれに。玉ねぎってさ、何個？え、何個し？1個、2個、2個ぐらい？そうです。でかいよな。この2つ行くか。繋がってた。でかい。でかい。でかすぎ。でかすぎ。ゴーグルつけて大丈夫？大丈夫だよ。手がふわふわふわってなら。大丈夫、スイは。多分。あ、スイ。取れた。スイさ、うん、カレー作ったことある？ない。初？初。え、玉ねぎとかだってどうやって？え、ママのお手伝いとか。あ、ちょっと。まあ、ねえ、なんでさ、これ取りたいだけのブチ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 取れる？怒らない。怒らない。あなたにも言ってくれる。怒らない。怒らないと。さあさあさあ、それから、なんか人参。人参さ、今1個分切ったけどさ、すんごい量だよ。これもう1個切ったらもう人参カレーだからな。大丈夫、玉ねぎカレーにもなる。いっか。よいしょ。ねえねえ、ここ汚れた。いいよ、許す。こっちの上でやるか。掃除をしてまでが調理よ。水は掃除はしないよ。して。袋で何が何だかわからんな。あ、見て、ここがいいが。次な。はいはい。はい。あ、これさ、玉ねぎさ、どこまでが皮かよくわからんくなるね。もうわからん。すぐ、やめてよ。なくなりましたとか。スイは今年になって2回目だね、泊まりに来るの。もう慣れたもんですな。そうですよ。もうパンツ置いとけ。嫌だよ。よいしょ。よいしょ。ねえねえ、これでオッケー。もうちょいけ。もうちょい。白が見えちゃダメでしょ。全体が白になるとダメ。あ、これ。あ、いいね。ほら、一部見えた。あれはカビだった。あれはカビだったんだ。あ、これ皮剥いてこさない？どうやって？じゃがいもも。うん。これ。裏？うん。こっちが洗ったやつな。はいはい、これもちゃまたです。え、いいよ、この上に。あんだけまた難しいよ。また満載だった。まるだけ危ない。じゃがいも。あ、上手。ただ手にぶつからないようにしてる、ね、そう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 、ね、ここ大丈夫？あ、それを後で取らんといけん。ある程度でいいよ。じゃがいもの皮少し残っとっていいよ。じゃがいも自体がすごいなくなっとる。じゃがいも、ちょっと待って。あ、すいません、じゃがいも大事にしてもらっていいですか？玉ねぎじゃないんで。ごめん。あのね、この今音の手ね、ググググってやってたらね、ちっちゃくなっちゃった。かちゃんはじゃあ包丁で。
リンゴみたいに、リンゴみたいにでいきましょうかね。リンゴってさ、包丁、うん、リンゴ包丁だよ。え、このピューラーでやっちゃダメなの？リンゴ、うん、そんな人おるいや、楽じゃんそれ。あ、もう、母ちゃん、またやってみるか。ちょっとね、梅子ちゃんが寝た、キーンってなってる。梅子ちゃんそこでチーンってなってる。初めてじゃがいもしたかもしれない。難しいでしょ。まるだけんな、うん、イボだらけなんだけど。やばひどすぎるだろちょっと待って、いろんなところに散らばってるんだけど。どこが、うん、もう私さ、スイカが1個しとられないと4個みたいな時短時短、初めてだもん。あなたは、私は何回かあるからね。だって家庭科で作らんの料理。家庭科まだない。え、何年生か。3だよ。3、そうか、3年生か。3年生です。まだ子供だな。子供っす。何年生から5年生ぐらい。え、5年。えいった、えいった、いった、大丈夫、大丈夫。え、これでいい？ OK、 完成。手洗います。そこよし、じゃあね、油、油をね、ストップって言ってんの。はい、どれ、どうやって、油を、あ、こういうこと。はい、はい、OK、ストップ。はい、OK、 OK、 イエーイ。はい、はい、ではでは、ではでは、人参、はい、人参を入れます。はい、じゃがいも切ってないよ、忘れとった。スイカさん、背伸びしております。背伸びしてない。はい、混ぜて混ぜて、適当でいいよ。はいはい、トリマン、もうな、入れることが優先ですな。スイカさんはもう一生人参は人参しか切らないそうです。切らないんじゃないよ、え、むくん切らないよ、スイカ。まあ、どうせ主婦、主婦に多分ね、うん、シェフにならん。思うけど、お母さんになると。うん。やだな、スイがお母さんになったら私はもうおばあさんだ。待って、あなた、イボ。あ、イボ取った、イボ取った、イボ取っとる。あ、いい匂いする。いい匂いする？うん。あれ、あれ持ってくるわ。それ？ルー？ルーとじゃがいも。あ。じゃがいも？じゃがいも？肉だね。はい、お肉でーす。切らんでいいよ。お肉はもう切ってあるやつです。おー、ポンって入れるだけで。いいよ。待って、何人前作る、何人前作る。3人前でしょ、うん、この半分のルーで6皿分だけ。まあそれでいいか。明日の朝食べよう。あ、パパに持っていってあげようか。あー、そうだね、朝ね。パパよかったね。いい感じですかね。朝がカレーとは。朝カレー、うん、いいね。うん、ちょっとじゃあ私準備するわ。あ、すぐなき、あ、どうすこう、パス。はい、答え、どうどうする、それ、うん、開けといて。開けるん、料理番組やないか。はははは、なあ、水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 、どこかな、水が。光はどこに行ったかな。光、850。はい、入れなさい。200を、200を4回。はいはい、じゃあ具材もね、いい感じになってきたんで水を入れていきましょう。はい、2杯目。2、3、2、3が6。はい、もう一回いってみよう。ラスト、まだだよ。これとあと50。あ、そうか、そうだ、そうだ、そうだ。はい、いけるね、50ぐらい。はい、いける、いける。
はい、50。 OK。 これで、これで、かき混ぜてる。これでね、一回煮らんかけ、蓋をして、休憩タイム。蓋をしましたね。蓋はね、持っちゃるかな。今までどうやってたのかな。はい、はい、行きました。はい、はい、はい、蓋完了。はい、休憩。イエイ、いい子やね。いい子やね。はい、できる。でももう眠いね。はい、うめかもご飯食べたもんね。うん、おやすみ。はい、はい、しか言わない。はい、はい、たに入れたに入れた。ルー入れましょうか。いよいよそのグジャを飛ばすなよ。優しくね、優しくね、優しくね。優しく、優しくね。優しくってどうやったの？どう？プープーやったら、いくよ、うん、あ、いけた。大丈夫？スイカが飛ばした人参。これ。今日は甘口でござる。はい、スイのためです。そうでござる。おお、なかなか美味しそうですね。甘口です。じゃあ食べてみてください。はい。誰も味見してないっけね。あ？味見した？してないよね。この人が人参ちょっと食べたぐらい。ガブってな、硬さチェックよ。え、何してんの、そのぐる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 。え、かき混ぜてるの。はぁ、あ、こぼれた。かき混ぜるの。うん、だってそっちの方が早いじゃん。どういうこと。やばくない。やばくないよ。でもレモンもかき混ぜとったな。そうだよ。あ、時間がかかりますね、食べるまでに。ひかちゃん先食べてみよう。食べます。にんじん、うん、あっく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 がぶやばい。熱い。味する。おうちと同じ味。同じ量買ったけど。おいしい、うん、あ、よかったよかった。食べよう食べよう。スマブラです。うめちゃんどんな格好してんの、あなた。レンガなの。すごい形になったね。やばいやばい。黄色抜かんといけまへん。何ですかそのポーズは。形は。ああ。ならべろ、ならべろ。編集するだけだとつまんないな。カレーを食べさせてもらって美味しかったですけどね。一緒にお泊まり会とかがした方がやっぱ楽しいんじゃないかと。持っておりますけどね。スマブラしたりさ、ジェンガとかさ、ねえ、ついちゃん怪我したでしょ。ヒカルさんのせいでしょ。あんなにあんなことさせて。まあいい、楽しかったかな。パパ一人ぼっちでこうやって編集だけだからね。ちょっと拗ねてるからね。バイバイ。